ベンゼンの最低空軌道計算科学は、数学的モデルとその定量的評価法を構築し、計算機を活用して、科学技術上の問題を解決する学問分野である。具体的には、様々な問題の計算機によるシミュレーションや、その他の計算手法の適用を指す。計算科学は、計算機科学の関連分野であり、一部とみなされることもあるが、大きな違いもある。 一般に計算機科学は応用とは独立にコンピュータの理論や実際を扱うこともあり、理論計算機科学などでは対象とするコンピュータ自体すら理論的存在のこともあり、数学的などとも言えるであろう。またデータ処理など数値計算の伴わない分野もある。一方で、計算科学は多くの場合、数学というよりは少なくとも、 数値解析のように実際の数を対象とし、多くは物理現象などといった現実の対象をモデル化したものである。科学者や技術者は対象領域をモデル化したプログラムやアプリケーションソフトウェアを開発し、それに様々なパラメータを与えて実行する。一般にそのようなモデルは大量の演算を必要とし、 スーパーコンピュータや分散コンピューティング環境で実行されることが多い。高性能計算という分野名もある。数値解析は計算科学の重要な手法の一つである。数値シミュレーションは以下のように対象とする問題の性質によって目的が異なる。計算科学のアプリケーションプログラムは実世界の条件を変更してモデル化することが多い。例えば、 気象、飛行機の周辺の気流、自動車衝突時の車体の状況、銀河系の星々の動き、爆発物などである。そのようなプログラムは、コンピュータのメモリ内に論理的メッシュを形成し、個々の領域が実世界のモデルの空間的な位置、部分を表すようになっている。例えば気象の場合、一つの点が数キロ、平方の領域に対応し、その下の地理状態、 風向き、湿度、温度、気圧といったパラメータが与えられる。プログラムはシミュレートする時間間隔に従って、現在の状態をもとに次の状態を計算する。この計算は、モデル化された方程式を解くことで行われる。そのような計算を次々に行っていくのである。計算科学者という言葉は、科学技術計算に長けた人を意味する。 一般に科学者、技術者、応用数学者であることが多く、高性能なコンピュータを利用して、対象領域の何らかの最先端の理論を検証する。計算科学は他にも経済学や生物学や医学にも適用されつつある。計算科学は科学の第3の形態で、実験、観測と理論の間を補完するもの、という主張もある。 スティーブン・ウルフラムやユルゲン・シュミ・デューバーなどが主張している。計算科学は従来、応用数学や計算機科学の一部として教育されるか、一般的な数学、科学、工学のカリキュラムの一環として教育されてきた。しかし、西ヨーロッパ諸国や北アメリカ諸国では計算科学で学士号を取得する学生が年々増加している。 計算科学に関する修士号を与える大学も増え、一部の大学では博士号も与えている。また、以下のような関連学会がある。以下のような関連学会がある。また、科学の一分野ではないが関連がある分野として、下記のものがある。ありがとうございます。